はい、どうも、正攻法で負けないパチンコ、ブログ管理人ののりまるです。ご無沙汰しております。今日は2016年12月23日、日が変わって金曜日ですね。今年ももう年の瀬、2017年がもうすぐそこまで迫ってますけれども、まあこれ、今日更新した第一の天下一戦、の、まあ、癖を知れ得性ある財なんてことに関してね、まあ、書いたんですけども、まあ、どうしてもね、言葉で伝わりにくい部分があると思うんで、まあ、そのところをね、まあ、ちょっとだけ補足というか、まあ、動画を撮って説明していきたいと思います。実際にね、この、まあ、動画でも、まあ、言葉でも、なかなか伝わりづらいもので、まあ、実際の挙動っていうのはね、目の前の台、まあ、動きによってもね、その台によっても、まあ、その台では良い台、挙動だったり、まあ、その台では、また違う台では、その挙動が悪い挙動だったり、まあ、そういう場合も、まあ、あるんですけれども、まあ、一般的にというか、まあ、自分の感覚が主なんですけれども、まあ、そのところがね、まあ、伝わればいいかなというふうに思います。まあ、まず文章なんですけどね、まあ、天下一戦。これ一発大という、まあ、ジャンルで、まあ、現物には違うのかな。まあ、弾がね、クルーンの中にポコンと入ると、これですよね。まあ、ここが大当たりの、まあ、入射口で、まあ、左右に2つ、こう、外れ穴があって、まあ、ここでね、くる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 回った弾が最終的にここに入射すると、チュインチュインと大当たりになる。まあ、そんなね、単純明快なわけなんですけど、まあ、この一発の価値がね、まあ大当たりすれば4500発。このくるくる回った瞬間にね、その4500発が回ってるっていう、まあ、それが、まあ、なんとも言えず手に汗握る、まあ、どんなスーパーリーチでも、まあ、勝るものはない、ここから入ってたのがね、こう落ちてきて、まあ、くる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 回ってる時には、もう、なんだろうな、赤穂竜とか、なんか、ヒョウ柄穂竜とか、まあ、役物がドカーンと落ちるとか、まあ、今の時のね、パチンコではよくあると思うんですけど、まあ、そんなスーパーリーチとか、激アツリーチなんか、もう、比べ物にならないぐらい、熱い、この一球、まあ、入れば4500発が回っている、みたいなね。まあ、それがもうね、何より楽しいという、まあ、そんな機会なんですけどね。まあ、100倍一見にしけず、まあ、こういうものがどういうもので、まあ、どんな機種でね、まあ、どういうゲーム性を持ってるのかっていうのは、まあ、結局のところ、実際にやってみないと分かんないんですよね。で、特に今のパチンコっていうのは、まあ、デジパチっていうのが主で、こういう、まあ、デジタルがこうあって、なんか液晶があってね、777、まあ、スロットの当たりみたいな。ここにスタットジャッカーみたいなのがあって、そこに弾が入って、まあ、抽選をして、くるくるくるっとデジタルが回って、まあ、揃えば当たり。みたいのが、まあ、パチンコのように、こうね、まあ、浸透してるんですけど、実際にはね、まあ、パチンコっていうのは、こういうアナログ要素が強い部分が、まあ、パチンコの、まあ、大部分というか、まあ、醍醐味だったりするもんで、まあ、それがね、まあ、この、まあ、デジパチ一辺倒の中で、まあ、登場した、まあ、かなり希少な機械、機種なんでね、まあ、こんな、まあ、記事をきっかけに、まあ、打つことにつながれば、まあ、それは幸いかなと。まあ、そんなふうには思ってます。それで、まあ、そのね、こういった機種、まあ、アナログ要素の強いものなんですけど、まあ、こういう機種の、まあ、スペックを決定づけるもの、まあ、勝ちやすかったり負けやすかったり、結局のところね、パチンコっていうのはそのスペックが、まあ、台によって、まあ、区位調整、プラス、アナログ調整ですよね。まあ、特にこういう、まあ、クルーンだったり、まあ、跳ね物とかもそうなんですけど、まあ、アナログ要素が強い機種っていうのは、このアナログ部分を数値化する、まあ、力みたいのが、まあ、勝ちに直結するんですよね。で、まあ、天下一戦で言えば、このクルーンの中の挙動ですよね。まあ、実際にはクルーンの手前にこの、まあ、3分の1のこの回転体があるんですけど、まあ、これは概ね3分の1なんで、まあ、特にその癖とかはないんですよね。まあ、3つ入れば1個ここに下に落ちてくる。
ていうふうに、まあ、思っていけばいいです。で、大きな差があるのが、この下段のクルーなんですよね。まあ、ここも自分の感覚なんですけど、まあ、おおむね、まあ、4分の1ぐらいから、まあ、悪い台だと、おそらく10分の1ぐらいまでの確率、まあ、かなり差があるんですよね。その差がある部分を、どうやって判断するのかっていうと、これ、目の前の台の挙動を、球の挙動を見て、まあ、いいか悪いか判断する以外にないんですよね。もちろん他の方が稼働してるのを、まあ、見るっていうこともできるんですけど、あとは、まあ、前日の稼働率とかですね、大当たり回数がたくさんついてる台は、まあ、単純にいっぱい当たったってことで、まあ、それイコール癖がいい台だったりするんですよね。で、まあ、こういう機会をやるときには、まあ、一つ、客付きが良かったりとか、まあ、プロが行って勝ってる店とか、まあ、そういったものを見る。まあ、他のデジパチでもそうですけどね。やっぱり人気があって稼働がついてるところに行くのが、まあ一番手っ取り早いんですけど、ただこの機種、まあそこまで設置も多くないですし、打ってる人が、まあプロ、ほとんどそういう人しか、まあ今のところ打ってないと思うんですよね。なので、まあそういう人の、まあケツを追っかけていくと、まあ、アラウンドトラブルになったりもする可能性もあるんですが、まあ、この機会楽しいんでね、まあ、ぜひともそういう、まあ、上手い人が、まあ、一般の方に寛容な気持ちで接するってことも、まあ、大切なんじゃないのかなと、まあ、そんなふうには思ったり、思わなかったり。まあ、前置きは長くなりましたけども、癖をしないと癖割れないの、まあ、特徴みたいなのをね、まあ、ざっと、まあ、列挙していきたいと思います。まあ、何より、まあ、ここに球が来ればいいんですよね。で、ここに球が来るためには、ここで回り、この中心で回っている、まあ、こういう羽がね、くるくるくるって回ってるんですけど、ここにパーンと当たって、球がここにパチンと来るんですよね。最終的に回ってる球が、ここの羽に当たって、ポンと来ることが、まあ、V 入賞の、まあ、最大の近道というか まあ、そういう挙動をするんですよね。で、その際に、まあ、どうしたらじゃあここに来やすいのか。まあ、回っている球の挙動で、どういう、軌道を示せばここに当たりやすいのかなと。逆に言えば、じゃあどうしたらこういう逆にこういう横の方に行ってしまうことが多いのかな。そういうところに注目していくと、まあいいかもしれませんね。で、そんな中でね、このクセ割れの特徴っていうのを、まあある一つか、いくつか列挙していきたいと思います。まず一つですね、この真ん中の回転体に横から当たることが多い。まあこれですね。で、横に当たる球、まあ横っていうのはまあこういうところですよね。こういうところ。ここに当たると結局弾かれて、まあ、こういうところに球が飛んでいくんですよね。まあ、飛んでいきやすいってことですよね。で、もちろん一回弾かれても、まあ、もう一度再度、そこからこういうふうな回転をしだすので、まあ、いずれね、この真ん中に当たってから、まあ、こちらに来ればいいわけなんですけど、とにかく悪い台って、ここの近辺に球が寄ってこないですよね。で、そのきっかけの一つが、まあ、横に弾かれて、ここからこういう回転を、こんな感じの回転をして、まあ、さらにここに横に当たるみたいな。まあ、基本的にこの、反時計回りの球の動きしますよね。で、横に当たると。もしくは、大きく回り込んで、この辺に当たると。で、こっちに向かう。そんな挙動が多いんですよね。で、逆に、まあ、いい台は、なんていうんでしょうね。この辺に当たることが多いというか、まあ、挙動で言うと、少し大回りをして、この、
回転体の外側を大きく回ってくると、この辺りでも内側に来ることが多いですよね。で、まあ、言葉で言って、まあ、これ楕円軌道が多いとか、まあ、回転体、きれいに円を描くことが多いとかって書いてますけど、奥でこう、あまり奥に回りすぎると、手前で手前に来てしまうんですよね。逆に手前が、奥が、こういう感じに回ってくると、この辺りに落ちることが多いですよね。これはまあちょっとニュアンスの違いで、なかなかね、はっきりとしたことは言えないんですけど、そういうイメージ。あと、こういう感じで回るときとか。こういう感じで回るときとかってあるんですよね。とにかく最終的にこの辺に当てたいですよね。この辺に。それはまあ狙うことができないので、まあこの球の行く末を見守るしかないんですけど、まあそれが、まあ台によって、まあかなり差があると。で、さっき言ったこの奥で回りやすい台ですよね。で、これ単純に台が、まあ、これ水平、ここに人が打ってるとして、水平で、ここで人が、こう、まあ、打ってるとして、まあ、こういうふうに、まあ、極端ですよね。台が、まあ、これ寝かせがきついとかって言うんですけど、こっちにこう、奥で傾いてる場合、こう、単純になりやすいですよね。逆に台が、まあ、直立してる。もしくは、まあ、こっち立ってるような状態。まあ、これなかなかないと思うんですけど、こういう状態の時って、まあ、こういう手前からここに当たりやすいはずなんですよね。ただこれは、この台を寝かせてね、外から判断できないんで、まあ、それは球の挙動を見て判断するっていうのがいいと思うんですけど、まあ、今時の大型店っていうのは、この寝かせ操作がボタン一つでできるんですよね。まあ、中小とかね、お金が、資金力のない店って、まあ、寝かせをいじるっていうのはよっぽど、まあ、外の木枠を外してね、また打ち直さなきゃいけないんで、なかなか面倒な作業なんですけど、まあ、そうじゃない、まあ、大手を買ってっていうのは、今時寝かせ調整ってボタン一つでできたりするんでね、まあ、こういうところで調整してくる。まあ、昨日と今日。まあ、当日に動くことは、まあ、まずない。まあ、よっぽどね、グレーなお店以外ではないと思うんですけど。まあ、不意調整も同じだと。まあ、でも大の強度は、今日はなかなか当たらないと。まあ、そういう時には、まあ、こういうのがやっぱりいじられたんだなって判断するのが、いいでしょうね。それも、その、まあ、回転体の動きで、まあ、ある程度把握できるので、まあ、その辺は、まあ、そこをね、参考にして、見ていくのがいいと思います。で、まあ悪い台の特徴ですよね。とにかくクルーの滞在時間が短い。その悪い部分に当たって、まあ結構あっけなく、こう悪い部分に当たって、再度こう角に当たってこう回り出すのはいいんですけど、まあ角に当たって、まあすぐね、こう、まあ、落ちてしまうような。回り込んで、まあ、当たって、まあ、すぐ落ちてしまうような挙動をする台が、まあ、かなり多いですよね。で、対して、本当にいい台、まあ、自分の中でいい台、まあ、自分の知り合いのプロがまあたまたまいて、まあ、その方がまあ2、30打ってて、まあ、その時台の挙動と、まあ、1回打たせてもらったことがあって、まあ、その台の挙動っていうのが、もうひたすら、ここの部位にこう、絡むんですよね。カン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 って戻ってきて、で、ぐる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 回って、またここで、カン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 みたいな。で、カン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  V みたいなね。極端に言うと。とにかく、この壁近辺に、こう、球がかなり寄ってくるっていう、台がありました。まあ、あれはもう、誰がどう見てもというか、もうひたすら入りそうだなっていう。
もちろんね、入りそうだ、入りそうだって言って、カン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 やってて、まあ、外れて、まあ、その次でこう、あ、外れっていうこともあるんですけど、このブイに絡む挙動が多ければ多いほど、やっぱりその台っていうのは、かなり、まあ、癖がいい台と判断する上では、かなりいいと思います。まあ、とにかくひたすら V に絡むってことですね。V の穴、真ん中に球が絡んでくる。で、その際に、まあ、クロールの滞在時間が長くなったりもするんで、まあ、そういったものも、まあ、判断材料の一つなのかなと。まあ、寝かせに関しては、まあ、さっき言った通りですね。まあ、ざっと、まあ、こんなところかなと思うんですけど、まあ、実際にね、このアナログ要素を数値化するのはなかなか、難しいというか、慣れの部分が多くて、まあ、自分はね、結構もう長くやってるんで、まあ、なんとなく、でも、まあ、一回打てばこんなもんかなっていうのは目安はつくんですけど、ただね、今回一回しか打ってないので、なんだろうな。まあ、また外れたことを言ってる可能性はあるんですが、まあ、概ね、まあ、そこまで外してないのかなっていう感じです。あとはね、そのいろんなパターンはもちろんあって、まあ、それを数値化して、まあ、自分の中でその勝てる台、まあ、勝てる挙動の台、まあ、期待値が出る台っていうのを、まあ、探り当てれば、まあ、それは、まあ、その台の挙動を信じればいいので、まあ、一つの参考にしてね、まあ、そういった動きをすれば、まあ、回り込んで、こういう感じで、まあ、当たってきますよっていうのは、まあ、王道ルートで、この辺ですね。ただまあ横とかに当たりやすかったり、まあ、やっぱりそこから弾いてきて、まあ、端っこに絡みやすかったりする台っていうのは、まあ、どうしても外れる確率は高くなりますよと。あとは何だろうな。そんなもんですかね。あと実際にまあね、稼働が良ければ、それを、まあ、あんまり長く後ろで見ると、まあ、打ってる方はいい気はしないんで、まあ、難しいかもしれませんけどね。まあ、できることなら、まあ、自分で打ってみて、まあ、前日当たってる台とかね。まあ、この一発目のいい台、いいところっていうのは、まあ、短時間の勝負にとても向いているっていうところが、まあ、かなりの魅力の一つで。まあ、例えば10時半とかでもね、まあ、当たってしまえば一瞬で4500発獲得できるので、まあ、取りこぼしもないんですよね。で、まあ、一発の厚さっていうのは、まあ、さっき言った通り、一発、4500発がくる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 回ってるので、まあ、何より熱いと。まあ、パチンコの楽しさの一つとしてね、まあ、こういったものもあるんだよと。まあ、スーパーリーチ、激アツのスーパーリーチ、まあ、赤ホールを見たかったりとか、まあ、役物の合体を見たかったりとか、まあ、そういうのもあるでしょうけど、このね、球が回ってる様っていうのを一つ見るのも、なんでね、一つ見るのも、まあいい、まあ息抜きになるんじゃないのかなと。まあドキドキできる。まあそんなね、まあパチンコっていうのも、あってもいいのかなっていう感じですね。で、実際まあ最低限のそのボーダーラインっていうのは守るべきなんですけど、まあ今時の、めちゃくちゃ荒い機械、まあマックスキーはもう撤去されるんですけどね。まあミドル騎士だったとしても、今の新機種ミドル騎士だったとしても、かなり荒い機械が多い中で、これ、まあね、お渡りするまでに、何のスーパーリーチもなくて、まあ、5000も6000、5000も1万円も、まあ、使ってしまうことがあるんで、まあ、不安になったりというか、不安というか、まあ、これこのままやってていいの？みたいにね、まあ、不安になったりするんですけど、ただただその一発のために、なんつうんでしょうね、打つというか、その一発を味わいたい。ここで回ってる4500発、これ入ればすげえぞっていうのを味わいたいがために、まあ、打つと。その球の価値っていうのは、ものすごい価値で、外れと当たりでは、まあ、雲泥の差があって、まあ、それがね、
案外、数千に1回ぐらい味わえますよ。それって、他のスーパーリッチでは味わえない、かなりの興奮度が、アナログだからしか味わえない、パチンコ独特の、魅力がありますよっていうのがね、こういったパチンコから、伝わることなんじゃないのかなというふうには思います。はい。ちょっとね、だらだらと喋ってしまいましたけども、これね、感覚的に癖押し台っていうのは、4分の1ぐらいなんですかね。ほとんどが、その寝かせで変わってくるとは思うんですけど、おおむね、このぐらいの応対確率、プラス、もちろんね、釘調整、飛び込みの釘調整によるんですけど、かなり、すげえいい台だと思います。で、ダメな台ってね、ほんと10分の1以下っていうこともあり得るんで、10分の1以下だと、3分の1飛び込みだとしても30分の1ですよね。1000円で2発とか入らないと、勝てないレベルになってくるんで、なかなか楽しくもないし、厳しい台ですよね。ただそれを見抜くのが、なかなか難しいので、より多くの店を回ってね、盛り上がってる店、最初に言いましたけど、盛り上がってる店だったり、プロが勝ってる店だったり。ただね、今後、その再導入が決まったんですよね、これ。再導入が決まって、台数が増える可能性があって、今までね、この展開して導入なかった店も導入される可能性があって、そういう時っていうのは、調整が分かってないというかね、お宝代が、ポッと出る可能性があるので、寝台に入ったら、ちょっと気にかけて見てみたいですよね。おそらく来年あたり、増大、見る機会が増えるかもしれないので、ほんの少しね、こういった機会も、気にかけていくと、楽しいんじゃないかなと、いうふうに思います。はい。あともう一つね、これちょっとだけ触れておきますけど、こういうアナログ要素が強い機械っていうのは、ちょっとね、攻略の話っていうのがたびたび出てきて、悪い噂ですよね。ちょっと、操作をして、めちゃくちゃ弾が出てしまったとか、そういった話がよくあって、一般台もそうですよね。跳ね物もそうですよね。それで、パチンコ店側が導入をためらうというか、扱いをためらうなんていうことがよくあるんですよね。ただこの機械、天下一斉に関しては、今のところそういう話が少ないというか、ほとんどないらしいんで、そういった意味でも、とても安心して、お店側も使えるんじゃないのかなというふうに思います。これとてもいいことですよね。ゴツだったりね、そういう攻略っていうのは、もちろんプロもね、生きるためにやってるんで、そこは戦いなんでね、どちらがいい悪いとは言えないんですけど、攻略されればされるほどね、お店側がの、体力を奪っていくことになるので、今このご時世ね、もうパチンコ店、遊戯人口もどんどん減ってきて、パチンコ人口もどんどん減ってきて、そこでね、こういう攻略なんていうのが、話が出ると、さらにそのパチンコ店の生命を奪いかねない、ことにもなって、来る可能性があるんですけど、そういった話は今のところ出てこない、らしいんで、すごくいいことですよね。なので、純粋にパチンコを楽しめるような環境、できればね、定換金、2円とか2.5円とか、そういう状況で、あまり勝ちすぎない、負けすぎない、なんかお金が動いても1万円とか2万円とか、そのぐらいで打てる環境があったら、とても息が長くなると思うんですけどね。冒頭にも書きましたけどね、どんな機械が登場しても、今の環境っていうのはそれを活かせる環境じゃないんですよね。それがもう非常に残念なことで、どんな機械、いろんな機械がね、登場してきて、実はいい機械って、
いっぱいあるんですよ。いっぱいあるんだけども、もう時代が悪いというか、もうそれを扱える環境にないっていうのが、まあ一番の原因なんですよね。まあそんなね、まあ愚痴ってもしょうがないんで、まあ今ある環境の中でね、まあパチンコも、まあ進化してるわけなんで、まあこの環境、まあ自分がね、例えばパチンコで、なんか買っていきたいとか、まあうまく付き合って遊んでいきたいとか、まあそういう自分の環境の中で、まあうまく、まあこのパチンコと向き合ってね、まあ楽しく、いいパチンコライフを送ってもらえたらいいかなと、思います。はい。ちょっと長くなっちゃいましたけども、今日はね、パチンコ、天下一戦、一発大というジャンルがね、まあ、この、現代に蘇ったと。まあ、少しね、まあ、パチプロさんとか、まあ、有名ライターさんとか、色めき立ってるところですけども、まあ、そんな、大の、まあ、癖押し大と癖悪大、癖押し大と癖悪大、ということで、まあ、あれこれとお伝えしてみました。何かのね、参考になれば、幸いです。はい。それではまた更新します。ありがとうございました。